どうも、エルザレットです。それでは、デスストランディングやっていきましょう。前回最後はアメリに会って、それから外に出るという感じかな。こっからどうなるのかちょっとまた楽しみですね。さあ、BT はどんな夢を見せてくれるのか。お、続きっぽい。撃たれたね。おー、でどうなるんだろうね。あの後生きてるのかな。まあでも会ったのは死んだ後だったけどね。サム、ビビのことなんだが。はいはい。あんたがカイラル通信をつないだおかげでデータが一部復活した。それで分かったことがあるんだ。データの調査は独自にやっている。誰かに命じられたわけじゃない。何かあったら全て俺の責任だ。あんたには罪はない。だから聞いてくれるか。うん。封印された BB の技術はブリッジスが復活させたんじゃない。分離過激派が復活させた。およそ UCA の再建を妨害する道具として BB を使い始めたという記録が見つかったんだ。ブリッジスの再建計画が動き出し、第一次遠征隊が出発した頃だ。連中にとっても BT は脅威だからな。奴らを感知できれば俺たちへの妨害工作も含めて何かと優位に立てる。それに対抗するためにブリッジズも BB を使うようになったというのが実態らしい。俺たちが使っている BB28 の履歴がまるでわからないのはそのことも理由なのかもしれない。ほう。BB の原理を理解しているわけではない。見よう見まねで使っているというのが実情なんだ。それからもう一つ、 BB の初期実験当時のことが分かってきた。最初のデスストランディングが起きた頃、 BB の実験も行われていたらしい。この大陸の東にマンハッタンと呼ばれた島があった。初期の BB 実験でこの島が消滅している。おそらくボイドアウトだろう。この実験は当時のアメリカ政府の肝入りで行われたらしい。政府は BB の能力がデスストランディングの原因解明に役立つと考えていたようなんだ。しかし倫理的な面からもBB 実験はセロンの猛反対にあった。まあそうだね、赤ちゃんを使うからね。デスストランディングの原因を追求しようとして逆の結果を招いてしまったんだ。この実験に当時の大統領も巻き込まれ死亡した。その後地位を継承したのは副大統領だったブリジット・ストランドだが、ブリジットは実験を中止。資料も技術も抹消された。 BB の存在自体が封印された。それがなぜ今になって分離過激派によって復活したのかわからない。努力してみるが、また何か分かったら知らせよう。サム、配送端末にアクセスして配送依頼を確認してくれ。はい、了解。そういえばいいね、今。お、9万いってる。もうすぐ10万台。いいね。お、大ハードマン。トシティの住人は厄介な問題を抱えている。このエリアは各地にタール状の物質が湧き出ているのだ。実は、マウンテンノットシティの一部にもその被害が及んでいる。都市の周囲でタールの噴出が確認されたんだ。ほう。マウンテンノットシティは近いうちに、タールに侵食される可能性がある。ああ、じゃあ移動も結構気をつけないといけないね。その配送端末で依頼を見てくれ。
建設のこれが、特にっていう感じなんだよね。で、サービスはめちゃくちゃ上がっていくね。戻らねえといけねえのか。さあ、マウンテンノットシティ、ここに運ぶものは衝撃厳禁危険物山岳地帯。そう、反物質爆弾、マジか。この武器は血液弾に切り替えができるわ。へえ、追加してある。マジで使いやすくなったはずよ。よ、作るしかねえよ。ロープパイルある。ちょっと追加しておこう。ブーツも増やしておいて、どうしよっかな。結構グレネードが、弾が何本だったっけ。この武器は血液弾に切り替え、ダットサイトも追加してある。狙いやすくなったはずよ。いいか、一旦これでいこう。マジでトラックあんじゃん。わかります。サム、聞いてくれ。おい、反物質爆弾の荷物ケースは長距離の運搬を前提としていない。中の反物質はトラップに保管されてはいるが、強い衝撃や車両の揺れ、フローターの激しい振動があればそれに耐えることはできないだろう。マジでトラップ内部の磁気に異常が生じると警告音が鳴る。警告音に気をつけ慎重に運ぶんだ。取り返しのつかないことになる。マジか。運ぶか。ご提供いただきありがとうございました。さあ、運ぶぞ。いや、車両の揺れでっていうのがまたね。そういえばブリッジリンクがね、ストランド契約は誰ともしないね。これあれだよね、何をしたかは全く分かんないもんね。やっぱどこかでうまいこと見つけてっていう感じか。あとこれはもうどうしても運的なところが絡むよね。31万、桁がやべえな。すごいね。
いやー、こう、とりあえず契約結ぶだけしておいて、自分の方でうんって思ったら消せばいいだけだしね。40、すっげえなあ。まあね、下は通っていく感じなんだけどね。ちょっと待った。こっから行くとしたら、いやーマジか、車でそもそも行けるかっていうレベルだもんな。これはジップ、ジップラインか。でここまで来たら、こう行くか。あ、その前に久しくセーブしてなかった。あ、セーブしてるね。違う、降りないといけないのか。結構ね、セーブするのをちょこちょこ忘れるんで、万が一がね、危ないんでね。さあ、なんかいいねが大量にもらえてる気がするが。いいえ。さあ、行くか。要素キャップ、デコボコね。そう、できてもらわないと困る。さあさあさあ、カイラル系賞をね、集めないと。本当に今少ないんでね。よし、1500とか使うのか。まあ、ちょっと気持ち程度ね。本当気持ち程度。そして近くでまた入ると。もうね、すぐ近くにあるんだよね。分かってるな、サム。殺傷武器を持っている時は特に気を引き締めてかかるんだ。でもないが、人を殺してはならない。死んだ人間を放置すれば BT になり、ボイドアウトのリスクが高まる。あ、やっぱそうなんだ。人を殺すということは、君や罪のない人々を危険にさらすことになる。やっぱりか。殺すの禁止か。本当ステルスだね。
であれば、さあアンロックして、なんか物騒な名前のもん手に入れたね。テロリストブーツって結構特殊なのかな。後で見てみようかな。おー、そっちはあまり、うん、深さ的には問題なしか。いや、だいぶ総回りになってる。この山を越えていくわけではないな。おお、いやー、バイクじゃなくて車にしといてよかったね。さっきに、いや、こっちだ。ちなみに、そっち側だよね、絶対ね。雨っていうか天気的に。あー、でも撮りたい。そもそもあのジップラインが使えるかどうかだよね。それで難易度がだいぶ変わるんだよな。そこに休憩ポイントがあるね。よし、深いな。渡ってっていう感じか。いや、一個じゃどうしようもない感じだな。もうちょっと向こうだな。ちょっとね、運ぶもののレベルも上がってる感じだもんね。
マジか、どうしようもんかな。あのまま車で来てた方が良かった感じもするね。体力が、あまりよろしくない。これは上か、上から行った方がいいのか。よし、いやー疲労もたまるなさあさあ、ふんわりながら耐えて、危ない危ない、いやー水飲んでて正解だったな。危なー、お2080、めっちゃ溜まってんじゃん。なかなかこれ復旧させるの大変なんだろうね。数が数だもんな、やっぱ。さあ一応スタミナとか上げときますか。
ってきた。この状態で下通ってか。でちょっとアイテムを整理して、いきますかね。やっぱあそこ登っていく感じだよな。まあ、こっちに渡ってこなくてもっていう感じではあるんだけどね。さあ今のところ雨は大丈夫そうだけど、奥の方はもう虹が出てるから雨確定かな。やっぱそうだね、接続できるのがないとって感じだね。車か。まあ乗れるだけ乗ってみるか。いやー雨降りそうな感じが。めっちゃするよな。これみんなどっちから行くんだろうね。まあでもこうだよね、結果的山越えてだよね。化学物質。まあ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 、これぐらいだったらまだ大丈夫な感じか。さあここまで来たね。最後のカイラル通信をつなぎに。いやー来たよ。いや来た。遠回りとかしたけど来れた来れた。いやーんでもってここまで道路つながるんだね。はあマジか。スキャンを開始します。グリフィスID を確認します。さあここも入れて。わあすげえ。いやなんか浮いてるぞ。いやー、すごいことになったな。まあ、やっとここまで来たって感じだね。はあ。空気の付着したカイラル物質の洗浄。異常なし。ようこそサムポーターブリッジ。さあ、納品しよう。
した。結果を表示します。さあ。あ、そんなに結構ね。お、S ランク。あんたがここの代表なのか。そうよ、ここの責任者。私はロックね。ロックね。あんたがあの技術者。おい、ちょっと待ってくれ。帰りなさい。あなたたちに用はない。あんたに頼みたいことがあるんだ。ブリッジズがしようとしていることは間違っているのよ。サム、すまない。彼女がマウンテンノットシティの責任者になっていることは把握できていなかった。現存するマウンテンノットシティはその数は必要最小限にまで減ってしまっている。なんとかマウンテンノットシティを UCA に加盟させなければこの先もない。じゃあどうする。君には伝えてなかったサム。ロックネはママの双子の妹だ。あ、へえ。彼女も第一次遠征隊のメンバーだった。もちろんママと同じ後発隊だ。ママはブリッジズでのワークネームだ。本名はモリンゲン。二人は双子のドゥームスで天才的な科学者だった。姉のママは応用物理学、妹のロックネは論理物理学のエキスパートだった。ママはキューピッドのハードウェアを、ロックネはソフトウェアを担当していた。あ、だから濁してたのか。ちょっと声が聞こえる。二人は双子通信と呼んでいた。理屈はわからないが、しかしこれだけは言える。彼女たちはカイラル通信そのものだった。双子通信でいつも二人はつながっていた。そのおかげでキューピッドやカイラル通信を開発できたんだ。ママが事故にあって二人の関係はおかしくなった。ロックネはブリッジズを脱退、連絡も絶った。理由は私にもわからない。このままロックネを説得できなければ、我々のアメリカ再建計画は立ち行かない。ロックネが拒むのはママの事故に原因があるのかもしれん。どうしたらロックネがカイラル通信を受け入れてくれるか考えなければならない。二人に何があったのか、すまないが私にはこれ以上わからないんだ。君には何か思い当たることがないか、考えついたら行動に移してくれ。マジか、ここまで来てっていう感じか。ボックスしか使えないと。さあ、どうしたものか。とりあえず。これかな。ママに合う感じか。お、10万いったね。あ、プライベートルームで休むこともできないのか。スキャンを開始します。見てらっしゃい。マジか。またここまで来んのか。またはぁ。
ママのところは、ここか。そうか、戻らないといけないか。うん、そしたら、今回ここまでしましょう。とりあえず、ついたことはついたんで、ここまでしておいて、ちょっと次回はママのところから、ちょっと行ったところで話してみましょうかね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃあ、またな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。